はいどうも、水ちゃんです。本日はですね、奈良県は山添村にあります、ドライブイン山添さんに、やってきました。こちらね、店内かなりレトロな雰囲気になっているようなんでね、本日はこちらで、お昼、食べていきたいと思います。はい、では入っていきたいと思います。どれも美味しそうやからね、悩むな。このサバと卵焼きもらえますか。これね、はい、どっちしましょう、お腹の方か尻尾の方か。じゃあお腹でお願いします。はい、ちょっと温めてきます。はい、これ見た、これ味ついてます。あ、はい、はい、あ、はい、揃いました。めちゃくちゃ美味しそうですよね。はい、こちらがね、ムタで卵焼きと、サバで、豚汁とご飯をね頼みました。美味しそう。いただきます。いただきます。野菜の旨味が、出て、あの豚からのね旨味と、サバもねむちゃくちゃ美味しそうでしょ。これ絶対油乗ってるやつですわ。サバ、いただきます。うん、うまっ。うん、むちゃくちゃ脂のってる。うん、めっちゃ美味しい。次はだし巻きいただきますよ。結構大きめのだし巻きですよ。大きいよ。ふわふわ。これはね、ぬたの和え物かな。ちょっとね、こんなん美味しそうに見えたんで、ちょっといただいてみたいと思います。いただきます。美味しい。ぬたのね、あの酢味噌で和えたやつかな。美味しい。ぬたとね、薄揚げでイカが入ってます。味付け美味しい。よう油乗ってるからね、ご飯進むわ。
厚いよね、大根おろしと。合う、うまい、うん、だし巻き、うんうん、だしがしっかり出てて、ふわふわ、本日もね、おいしくいただきました。ごちそうさまでした。はい、今ね、ドライブイン山添さんで、お昼食べてきました。いやー、店内はね、昭和レトロな雰囲気で、めちゃくちゃね、落ち着く雰囲気ですわね。もうで、あのおかずも、ショーケースの中にね、あのおかずケースか、おかずケースの中にいろいろね、おいしそうなおかずいっぱい入ってて、ね、今回だし巻き と、塩サバ選ばせてもらったんですけどね、どれも美味しそうなおかずいっぱいでした、うん。でね、今回ね、一番美味しかったのはぬた、あれがね、僕の中で酢味噌がね、抜群にね、味が合ってました。美味しかったですわ、うん。ね、こちらね、奈良県の、山添村にあります、ドライブイン山添さんね、ぜひ来てみてはどうでしょうか。昭和レトロなお店で美味しいランチね。はい、まあそんなんでね、みずちゃんの動画を最後まで、見ていただきましてありがとうございました。またね、次の動画でお会いしましょう。みずちゃんでした。